そっちおっちです。みっちゃんです。パパロピーナッチです。はい、ということで、ね、今回は二人羽織をしながらスライムを作ってみたいと思います。みんなずっとやりたかった企画ですね。そうですね、そうなんだ。二人羽織やるなら、まあ後ろやりたいですよね。後ろやりたいですよね。なるほど、なるほど。そういうことだと思うので、はい、今回はじゃんけんに一番勝った人が二人羽織の後ろ、そしてじゃんけんに一番負けた人が二人羽織の前をやってもらいたいと思います。なるほどです。最初はグーじゃんけんファイル。なっちゃんが負けたから、うん、なっちゃんが前、はい、おーなっちゃんを操れるというか、はい、なっちゃんの手をできるんですよ。そういうことです。そういうことです。そんなその手はな、その最初はグーじゃんけんファイ。私が後ろをやりたいと思いまーす。ちょっとこれカメラ止めて二人でやる。はい、それでは二人羽織スライムチャレンジ。それ、なっちゃん動かしてるんだっけ。うん。あ、そうなんだ。うん、いくよ。パッパラパッピーなっちゃんです。できてない、できてない、できてない。あれあれおかしいな、うん、パッパラパッピーなっちゃんです。いや、分かってないの、多分これ。なんか挨拶も後ろの人分かってないぞ、これ。いや、後ろの人うあ、あ、いや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 、え、いやちょっとじゃあ、行きますか、早速。うん、二人羽織スライムチャレンジスタート。ではですね、まず洗濯のりから入れていきたいと思います。あ、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 洗濯のり、洗濯のりこれです。こちらを適量入れてます。適量入れます。はい、OK です。すごいいっぱい入れたけど、うん、これぐらい入れ、そして次にお水を入れます。お水、お水どれかな、それかな。ね、お水は確かこの辺にあって、うん、確かどこ、あれどこか、あ、あーあったあった、これこれ、このお水を入れます。ワイルドな入れ方。ストップ、これぐらいでいいかな。そしてお水と洗濯のりを混ぜていきます。いや、手ぐちゃぐちゃじゃないですか、手。はい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 、 OK です。で、ここまで入れたら今日はね、いいよ、グー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 。いや、こうじゃねえんだよ。グー。次は、いや、止まったな。次、うーん、さあね、さあねじゃねえだろ。今日はね、うん、透明を生かしていきたいと思ってて。いや、着色料あるだろ。だからまずはピンクのラメを入れていこうと思う。ピンクのラメをね、入れていきたいと思うんだ。やっぱピンクのラメって可愛いよね。それピンクじゃなくない？そうそう、これこれ。違うだろ、絶対違うだろ。紫だよ、それは。紫のラメ入れたいんだ。いや、嘘つくな、ちゃんと指示しろ。おい、で、あーあー、入れるな、全部全部入れるな。オッケー、オッケーじゃねえだろ。これでオッケー、オッケーじゃねえよ。これで混ぜる。よく、あーあー、うっかりうっかり。大丈夫、混ぜて。なんかすごい聞こえる。謝られた、もしかして。混ぜます。うん、ここで放射水を入れていきます。手と合ってないぞ、今。いや、おいおい、手よ、手、手汚っ。ちょっと汚しちゃった。いや、ちょっとじゃないだろ。大丈夫、ちょっと入れます。いいの、いいの、それ、そんなでいいの。さっちゃん、背中ボコッとしてるよ。なんか、あの、凝っちゃって。凝りすぎだろ、右肩だけ。疲れた。え、疲れた。疲れてる。おい、後ろの人疲れてるぞ。腕が疲れちゃうんだよね、これ。これ、紫ラメスライムの完成。ちょっとブチブチになっちゃった。でも色綺麗でしょ。わー、綺麗、めっちゃ綺麗。こんな感じ。いや、脱力感半端な。疲れた。いや、疲れてないだろ、君は。あー、疲れた。君は疲れないだろ。いや、疲れた。疲れないだろ。いや、疲れてない。ちゃうって。ということでね、やってみました。はい、あ、でも、うん、ラメのなんかすごい贅沢、豪華ね、うん、あ、こんななるんだね、うん、すごい綺麗。入れすぎスライムだね、うん、ね、いやー、楽しかった。楽しかった。楽しかった。よかった。よかった。うん、りっちゃんが頑張ってくれた。本当に、うん、楽しかった。りっちゃんが頑張ってくれた。なんかこうやってやって。え、りっちゃん頑張って。あ、いや、そういうわけじゃなくて。でもね、めっちゃ楽しそうだった、うん、俺もやりたーい、やりたい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 、やりたい。しょうがないから、もう一回だけやろうか。やったじゃあもう一回じゃんけんして、勝った人が後ろ、うんうん、負けた人が前、ね、はいはい、オッケー。はい、せーの、グーグー、あーい、やらーい。後ろだ。やばいやばいやばい、よっちが後ろだ。え、また後ろ。あ、俺後ろ、後ろ。やばいよ、やばいよ、やばい、出ないで。最初はグーじゃんけん、あい。はい、頑張ります。頑張ります。はい、頑張るよ。それではどうぞ、うん、あたいね、あたいはスライム作るの上手なんだから。江戸っ子。
じゃあまずはよっちです。でまずは洗濯のり入れていくよ。洗濯のりだよ。ちょっとなんかえっちゃんです。あーへてへてへ、そんなこと言ってないよ。ちょっとあの頭が良いな。昨日お風呂入り忘れちゃったから頭が良いな。いや違うって、違うんです、違うんです、違うんです。お尻が痒い。あーお尻がねえ、犬の臭い。ドッキリ大成功、イエーイ。さあそろそろこんな茶番は後にしてスライム作るぞ。あね、まずは洗濯のりじゃなくてシェービングフォームかな。シェービングフォームから入れてみよう。新しい試みとしてね。そうあのね、おお、まずはひげを剃るよ。そうこれをまず手に出して塗って、でそうです、ケツアゴがねちょっと最近気になるからね。さあオッケー、これで準備オッケーだよ。洗濯のり入れてこうかな。あよし、ちょっと水で手を洗ってと。そう、左の方にある洗濯のりを使っていこうと思うよ。そう、この洗濯のりを使っていくよ。あ、ちょっと手がベトベトでね、開かないな。ティッシュ使おうかな。よし、まず手を拭いて。そうそうそう、あの、蓋をね、蓋も拭いてと。ふぅー。よし、ズボンで拭いて。さあ、洗濯のり入れていくよ。さーっと。うん、もうちょっと入れちゃおうかな。おすごい。さーて、洗濯のりが入ったぞ。あっと、そこはね、あー、まあ、いっか。水はね、左の方にある水を使っていくよ。どんだけー水はもうこれぐらいでいっか。まあまあ、いいよいいよ、水なんてね、関係ない関係ない。大丈夫大丈夫、ハッピーハッピー、グー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 。よし、じゃあ次はね、シェービングフォームを入れていこうかな。あ、ちょっと待って、あ、ゴミはね、やっぱ再利用しなきゃ。そう。そうだね、混ぜは OK。 じゃあシェービングフォーム入れていくよ。あ、そうそうそう、キワキワをね、キワキワをね、攻め、あーちょっと、あーっとーちょっとこぼしちゃった。うっかり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 、うん、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。さあ2発目いくよ。あードッキリ大成功。自分の耳もキーンってなるな。ほら見て見て見て、ほら髪の毛みたいでしょ。うん、もうちょっと混ぜたい。もうちょっとたくさん混ぜていいよ。勢いよく混ぜていいよ。そうそう、勢いが大事、スライム作りには。わスライム作りはね、勢いが大事だよ。うん、うわ勢い大事。あーめん、手が汚くなったら顔で拭くの。顎がね、一番ね、綺麗になるんだ。あここここここ見て見て、割れてるでしょ。これを塗ると血圧が治るらしい。うわーすごい。さて、ちょっと鬼瓦鬼瓦発泡水入れたいな。発泡水、この発泡水入れてこっかな。これ入れたらきっとカラフルになるぞ。キツネコン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 、うるせえ、ドリツッコミ、うるせえ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 、なんだっけー鬼瓦さーてと、入れますか。ボール外に入れるのが、あ、そうそう、この、あ、これ見たことあるでしょ、みんなも。ほら、なんか、なんとかさんっていうやつ。全然入ってない。あ、綺麗だ、すごい綺麗、すごい綺麗。そうそう、このね、こう、この腕にね、沿わせてね。すごい綺麗。いっちゃんさ、パンパンパン。今日変じゃない？そんなことないよ。うっかりうっかり。もうやめてよ、なっちゃんたら。もうやめて、もう、もう、もう。お前、うるさい。さあ、放射を入れてっと。そうそう、こんぐらいかな。もうちょっと入れてこうかな。結構入れる、ね、うん、まあこんぐらいでいったらいいかな。なるほどね。あ、もう手でやっちゃえ、手でやっちゃえ、手でやっちゃえ。うん、だいぶいい感じに固まってきたな。うん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 、オッケーじゃないか。あ、いい方さ、スライム完成。いい感じ。なんだ、パーティーでもしたのか君たちは。こんなクラッカーとかあるけども、どうしたんだ。はい、はい、ということで今回は二人羽織スライムチャレンジやってました。楽しかった。いやすごかったね。うん、汚くなっちゃったね。いやでも可愛いよ。意外とね、可愛い、まあスライムっぽいものはできるね、うん、これをね、遠目で見るとよかった、まあ、なんかこれ赤ちゃんスライム、あー確かに、赤ちゃんスライムです。まあ周りがすごいことになってるけどね。うわ、はい、ということですね、今回やってみたんですけど、私たちはね、すごい楽しくね、できたんだけど、あ、まあね、こうやってほら、喧嘩になることもね、あるかもしれないからね。そうかな、前と後ろの人にね、なるべくみんなはね、やらないように。そしてこういうふうに汚くなるとね、お父さんお母さんに絶対に怒られるので、皆さんあまり真似しないようにしてください。それではこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。